こんにちは。3分でちょっと昨日より美しくなる3分ビューティーダイエット美容家の本島沙織です。今日のテーマは頭痛持ちさんいらっしゃい、ちょっとだるい日の耳寄りな話です。秋も深まってきて、今ってすごく天気が変わりやすいと思うんですよ。女心も秋も空と言いますけれども、天気が変わりやすいってことは、湿度とか気圧もとっても変わりやすいです。雨の日とかちょっと曇りの日にだるくなる、頭痛がある、憂鬱になるって方にこそやってほしい、今日はマッサージをご紹介していきたいと思います。前回の頭皮マッサージに加えて、今日は耳を中心にマッサージしていこうと思います。耳の実は奥に気圧を感じるセンサーがあって、ここの血流が良くなることで、すっきりしたりとか、頭痛は治るってことも、結構効くんですよ。私も気圧結構影響を受けやすいので、そういう時は耳のマッサージをして、切り替えたりとかすっきりさせています。一緒にやっていきましょう。耳の穴に親指をまず入れます。で、人差し指の、この辺で挟んでプッシュ、ギュッと3秒ほど押したら、今度親指を使って耳を全体広げるように引っ張っていきます。はい、耳たぶまでほぐしたら、今度は耳を挟んで回します。1、2、3、4、5、はい、1、後ろ下、1、2、3、4、5、ここまでやったら今度畳みます。ギュッと畳んで引っ張ってください。で、息を吐きながら引っ張ります。はい、これだけです。耳たたむと結構痛いって方とかいらっしゃると思うんですけども、凝り固まってるサインでもあると思うので、優しく痛気持ちぐらいでやってあげるのがおすすめです。これやることによって、すっきり、気分が切り替えたりとか、頭痛が、ちょっと和らぐのはもちろんなんですけれども、毛細血管が耳の中ってたくさんあるので、血色がパッと明るくなったりとか、やっていただけるのがおすすめだと思います。気圧の影響を受けやすい方は、天気予報も見るのね、チェックするの大事だと思うんですけども、私はツツールっていうアプリを使っていて、その日の頭痛予報みたいなのが見れるんですよ。それを見て、明日はちょっと頭痛強くなりそうだなって時は寝る前にもやったりしています。天気の影響を受けやすい方は、そういう天気だったりとか頭痛予報を見て、自分の体調予報にも活用してみるのが、対策もね、対策とかケアするのにもとってもいいと思います。ぜひやってみてください。3分ビューティー本島沙織でした。ありがとうございました。